光グヨバス赤50系統の全面展望です。この動画はその解説編で、全面展望の本体は別動画となっています。赤50系統は王子駅から十条駅を経由して赤羽駅西口に至る路線です。この路線の歴史についてはこの動画の後半で触れます。動画の前半ではこの路線のハイライト、走行シーンを中心にお届けします。ナレーションは次のセクションまで入りませんので、飽きてきたら次のセクションにお越しください。ここからのセクションは赤50系統の歴史です。ベースとなる路線図は23年版のものです。王子駅、赤羽駅、そして途中経由地の位置関係はご覧の通りです。戦前に鳩ヶ谷自動車によって運転されていた路線は50年6月に循環運転でスタートし、その11月には2駅間の往復運転に改められます。60年頃には往路が弁天通り、袋が赤羽内経由のループ線となっています。16年3月には袋の西ヶ丘経由を往復とも同経路に改められ、19年6月には速達化のため赤羽駅西口出発直後の坂下経由を現在の赤羽大トンネル経由に変更し、現在の運転形態となります。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。